この人まだ誰か分かってないと思うんですけど、うん、後から言いますね。どうも、オカルトコレクター田中俊美です。どうも、元火葬場職員の下田花男です。フランチャイズの始祖。フランチャイズの始祖、はい、フランチャイズって聞いたことないですか？あるでしょ、あるでしょ。コンビニとかでもさ、直営じゃなくて、そう本社とは分かれてる、ね、分かれてるみたいなやつね、うんうん、なんかあの要はうちの会社の名前使ってええでみたいな、うん、そのお店で、で経営は任せんで、で、うん、パーセンテージくれよみたいな、うん、あれなんですけど、はいはい、それの始祖の人がいるんですよ。始祖、要は初めてやった人みたいな。初めてフランチャイズをこうやった人。そうで、その人のね、うん、あの話をちょっとしたいなと、はいはい、なかなか波乱万丈なんですよ。あ、そう。あのこの方1890年にですね、うん、インディアナ州で生まれた、うん、まあ、方だ。インディアナの、まあ、アメリカなんですけどもね、はいはい、あの6歳の時にですね、お母さん亡くしてるんですよ、うん、で、その後ですね、10歳からもう農場で働いたりとか、はいはい、まあ、1800年代後半なんでね、うんうん、で14歳でもう学校も辞めている感じで、うん、だからずっともう子供の頃から働いてるみたいな感じですよ。でそこからですね、次16歳の時に陸軍に入るんですよ、うん、これ年齢詐称して、うん、16やから、はいはい、あかんからないけど詐称して陸軍に入って、うん、で、すぐまああの退役してですね、でそこからね、なんかもういろんな仕事やってんねん。うん、なんか保険のなんかやってみたりとか、なんかあの ボイラーのどうのこうのやったりとか、うん、なんかのセールスマンやったりとか、あ、もう転々としてん。だから定職になんか疲れへんかったんかな、うん、分かれへんけれども、でその後あかんやつやな、まあ、ちょっとな、うん、なんかこううまいこといかへんかったよね、うん、ちょっと俺やったらもう、うん、カーン言うてんな。なんてちゃんとせえよこの人に言う。定職ついたことない人がな。ああ、そう、うん、この人まだ誰か分かってないと思うんですけど、まあ、後から言いますね、うん、え、でその人あの、まあ、いろいろやった結果、あの自分の、まあ、個人経営でガソリンスタンドやんね、うん、でそのガソリンスタンドをやるんですけれども、まあ、プラスアルファでなんか利用する人の話聞いたら、うん、なんかちょっと飯食いたいみたいな、食うとこ欲しいって。うん、あのアメリカと日本やったら結構事情ちゃうくて、はい、アメリカってほんま何もないとこずっと行ってガソリンスタンドがあってみたいな道って結構あるじゃないですか、映画とかでも、うんうん、だからあのご飯屋さんとかと結構こう兼用、兼任してるっていうか、ガソリンスタンドが、ほうほうほう、ガソリンスタンドにコンビニがあるみたいな、ほうほうほう、ご飯食べとかあるっていうの結構ポピュラーなんやけど、なんかほんまに日本でも田舎とかあるけど、そうそうそう、なんかその感じ、その感じ、ほうほうで、それがあるから、うん、じゃあちょっとやろうかいな言うて、うん、自分のガソリンスタンドのところに、まあ、最初6名掛けしかないとこかな、うん、ちっちゃいレストランをやるんですよ、うんうん、でそしたらそのレストランで出す、まあ、あるメニューが、うん、バカウケ、バカウケ、バカウケしまして、うん、なんかもう百何十何席のめっちゃでっかいレストランになるんですよ、うん、でごつ儲かるんですよね、うん、でやったー言うて、もうこれでいけたって、もういろんな職転々したとしたけど、もうこれでやっていけるわわしと思ってたら、はい、あのほら道なんでさ、要は他にハイウェイね、うん、バーンで通ったらそこの道誰も通らんぐらいね、おう、だから急に経営がガタ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 と落ちて、おう、もうほんまに地獄を見るわけですよ、はいはいはい、でもうレストランが寂れまくってるんで、うん、そのレシピと、うん、あとはその作る、まあ、調理器具ですよね、はい、それを車に積んで、うん、旅に出るんですよ。おお、タフやな、うん、その時、うん、なんと65歳、結構なお年で、そう65歳で、うん、もう決意して旅に出るね、うん、何か言ったらその他のいろんなお店に行って、そこであの自分がレストランしてる時にめちゃくちゃバカ受けしてたご飯、うん、まあ、食べ物をですね、そこで作るんですよ、で食べてもらうんですよ、うん、どうすかと、プレゼンや、プレゼンするんですよ、うん、で、もうこのレシピあげるって言って、おで、あげるからその代わり、その分の、まあ、例えば1個につきいくらちょうだいね、うん、これフランチャイズの、おそうやり方なんですよ。それをだから初めてやった人、はあはあ、それじゃあそのレシピやばかったんや。そうやね、めちゃくちゃ評判やって、でそれでフランチャイズがブワー増えんねん。あ、栄養ってことで、これは売れるわってことで、そうで、それで結局、その、まあ、食べ物ですよね、うん、自体がやっぱりものすごく有名になって、うん、できたのがケンタッキーフライドチキン。すいませんでした。すごない？
なんか生きるってすごい。いやさ、うまいねんケンタッキーフライドチキン。うまいのよケンタッキーな。うまいのよ。なんなん。ドラムともう一個何やったっけ、形があるやん。うん、僕やっぱあのあれはそのこっちの方が好きやわ。あのこういうやつ。ああなんか、うん、コンボ。コンボのやつ。あっちの方が好きや。コンボスタイルな。コンボやっぱ好きやな。あれな。そうや、うん、え誰カーネルな。カーネルサンダース。マジで。そうだから65でそれ思い立ってやってんねや、うん、すごいなと思うね。すごいな、うん、でもそれまではほんまにこういろいろ転々としてたらしい。まだいけるな。まだいけるよ田中さん。そうよ、うん、そうよ。だから65で。65ってもうすごいよ。もう死ぬやん。死なへんわ。死なへんわ。まだ全然いけんねん。あそうなん。だからほんまに、うん、もう自分のそのガソリンスタンドの店、うん、めっちゃ流行ってたのに、もう人が通らんくなってもう無理やっていうのを65で経験してんね、うん。いやもう心折れるわやろ、うん、もうそっからさもうええわってなりそうなところを、うん、ガーン行ったのがすげえなと思って。いやいかついな。いかついよな、うん、でそっからなほんまにケンタッキーフライドチキンだからほらカーネルおじさんって言うてさ、あの白髪のあの眼鏡かけた、うん、なんか杖持ったあの、うん、あれおるやんか。ほんまにあの時やねん。だからいやそうか、だからあそこあれないせやねん。ほんまにあのもう大器晩成すぎるぐらい大器晩成やったみたいで、めっちゃいろいろ体験したんやろな。いやそりゃそうじゃん、うん、だからほんまにね65で諦めたらあかんで、うん、うわ分かった、うん、俺65からフランチャイズするわ。いやもう今からやってな。何のフランチャイズすんの。なんかなんかあの待ってこアイディアゼロ。じゃあのコーラで取りたくわ、うんうまいらしい、うんうん、あれのレシピを俺が渡すから。まずうまいらしい言うてやってないやん。食ったことあんねん。食ったことある。美味しかった。このレシピを渡すから、うん、いやいやもう65から俺やる。いやもう知る渡ってるやんかそれやったら。まあでもなんかすごいね。すごいなと思うと同時に、うん、65になってもまだ諦めさせてくれへんねやった。いやもうしんどいで。しんどいの。ようやるな、うんうん、っていう。なるほど。ケンタッキー風、まあ、あのカーネル・サンダースの逸話はあのもっとあるんで、うん、別にめちゃくちゃあるんですけど、あだから紹介してほしいですね。そうそう、だからあの僕もさっきあの、うん、カーネル・サンダース検索したら、うん、カーネル・サンダースの呪いって出てきて、うん、何やろ、阪神ちゃうか。あのマジでそうやって、ああ、あれ投げ込むね。そう、投げ込んだ次の年にめちゃくちゃ成績悪かったらしいな、阪神。呪いかかってるやん。あのな、カーネル・サンダースのあの像か、うん、あんなもん鎌に捨てんな。捨てたあかんで。絶対あかん。カーネル・サンダースのバックには、うん、もう何兆という鳥がおるから。そうやな、あの鳥だけになる。すごい鳥が。あかんよ、あんな、もう偉人やで。あんな人の像を ね、やだダメです皆さんね、本当に、はい、というお話でした、皆さんご視聴ありがとうございました。くるって向いて、うん、呪ってやるから。全員が自分を凝視してくる。じゃあ怖いやん。いいからもう早くもう車を出してくれ。もう早くしてくれ。何回もあるって言ったらそういうこと。誰か立ってるパッて見たら白いもんやろ。